札幌スマイル。のり好きなんだ。そっかそっか。みんな笑顔で楽しそうにしているね。カラフルなご飯を使っているけど何を作っているんだろう。これは飾り巻き寿司です。わあ、かわいいな。色鮮やかなデザイン、食べるのがもったいなくなるね。今回は何ができるんだろうな、楽しみ。デザインは30種類以上あります。なるべくスーパーで買える材料を使って色付けなどをして、でなるべく可愛いデザインを作りたいと思ってます。趣味を探してる時にたまたま飾り巻き寿司のお教室を発見して、飾り巻き寿司の綺麗な柄とかに見入ってしまって感動したのが記憶にあります。クリスマス巻き寿司の出来上がり。チーズや漬物からできたサンタさんと輝く電球のようにあられを添えたクリスマスツリーだよ。クリスマスツリー作ってるところが楽しかった。楽しかった。そこまで難しいものではないので気軽に参加していただいて、でお家で作られたらきっと家族が喜んでもらえるはずなので、気軽に来ていただきたいです。飾り巻き寿司を食べて家族や友達と笑顔でいっぱいな時間を過ごしてほしいね。